はい。皆さんどうも、こんにちは。ジェット大介でございます。えー、実はですね、お手紙をいただきました。どこからお,お手紙かっていうとね、はい。皆さんご存知のこのロゴ。タムロンのあるお方からこのお手紙をいただきました。どんな手紙なんでしょうかはい。えー、タムロンさんからお手紙をいただきました。と言ってもですね、 と言ってもですね、えー、これいただいてから1年ぐらいもう経っております。どういう経緯でいただいたお手紙かと申しますとですね、去年、去年の11月に東京で中野で私の写真展をやっておりましたら、タムロの方がいらっしゃいました。で、えー、その方とですね、お話を いろいろとね、してる中で話題に上った製品があったんですね。えー、タムロンの私の思い出深い製品。これはですね、以前ね、インタビューの特番とかでもね、ご覧いただいたことはありますけどもね。じゃんはい。こういうものです。タムロンデジタルムービーエイトタムロンデジタルムービーエイトどういうことですかこれは。 えー、実はですね、1980年代の製品となりますね。えー、これ私の私物ですけどもね、えー、裏面なんかすごく面白いんですけども、これ <laughs>、私が当時好きだったアハ <laughs>、テイコンミーのアハですね、ノルウェーの国旗ですよね、これ確かね。アハ。はい、こんなステッカーを貼ってたりなんかしますけども、えー、これタムロンの純正の えー、セミハードケースですね、カメラの。もうボロボロに傷んでますけどもね。これが1980年代後期ですね、えー。どういった経緯でこれを購入したか。もちろんケースではありません。中ね、カメラが入っておりますけどもね。どういった経緯でこれを入手したかなんですけども。よいしょ。はい。カメラ。 カメラ入っておりますねデジタルムービー8っていうぐらいだからね、えー、ムービーですけども、これ見て、<laughs> これ見てください、懐かしの8ミリ,フィルムフ8ミリテープだ、8ミリカセット、<laughs> こ<れ>まだ <laughs> 当時のが入っておりましたね、当時といってもハイエイトのやつだな、これ、えー、8ミリビデオです、ハイエイトではないんですが、8ミリビデオです。はい 以前ね、あのー、本当にインタービーの特番とかでもご覧いただいている方はもうね、説明しなくてもお分かりかと思いますけどもね。えー、ビデオカメラ。これですね、私ね、妹が二人いるんですけども、え二、ー、人目の妹はですね、ものすごく年が離れておりまして、私15歳の時に生まれた子がいるんですけども、えー、それがですね、平成、 平成元年だったかなえー、?8 ミリビデオというのがね、すごい流行りました。えー、うちもね、そういうちっちゃな赤ちゃんがまた誕生するんだったら、ビデオカメラぐらいあった方がいいんじゃないのっていう話に当時ね、なりました。まあ、バブルキーでしたしね、もう何でもね、そういう欲しいものは買っちゃえみたいな雰囲気もありましたからね、えー、父と二人でですね、新宿の ヨドバシカメラ行ったのを覚えてます。新宿東口の方ですね。東口の方のヨドバシに行きまして、購入しました。それがこれです。タムロンのデジタルムービー8というものですね。デジタルとは入っておりますけどもね。まあ、 アナログビデオですよ。デジタルビデオではありません。アナログビデオです。8ミリですからね。ハイエ映とかする前の、うん、普通の8ミリですね。ハイエ映とかする前の8ミリでございます。まあ僕ね、中学校で、あのー、ビデオクラブに入ってたんで、よいしょ。ああ、壊れてる <laughs> ここのマジックテープが剥がれてしまった。まあ、しょうがないよな。年代物だからな。はい、えー。こういうものでございます。タムロンデジタルムービー8。こっちが表面かな。はい。こうするとなんかね、えー、メカメカしくていい感じですよね。ょうぎょうしくてね、えー。当時の、よいしょ、ピント合ってくれ。当時の製品という感じがしますよね。 このファインダーなんかはね、取り外して、これソニーと互換なんですよね。ソニーハンディカムと互換で、えー、アングルファインダーなんかと付け替えたりとかね、いろいろ互換性がありました。バッテリーの方もですね、えー、ここにバッテリーを付けるんですけど、ソニーのハンディカムとね、互換の、互換性のあるバッテリーでございました。で、えー、まあ、もちろんタムロンレンズですよ、これは。<laughs> タムロンのレンズ。で、 これが面白いところはですね、こういった別の、別のですね、こういったものがあるんですね。ででん。でどん。はい。ちょっとピントあってくれ。ピントあってくれ。<laughs> ピントあってくれ。もう当時からね、昔からもう、僕はね、オートフォーカス信頼しないのはこういうところですよ。 今 iPhone で撮影しておりますけどもね、このタムロンのビデオカメラにしたってね、あのー、AF が合わなくてすごい苦労したわけですよ。<laughs> これは何だと思いますか再生部分ですね、ビデオカメラではなくて、ビデオデッキの部分ですね。ビデオデッキの部分に、あのー、ちょっと見て、よく見てほしいんですけど、これ、このデジタルエフェクト部分があるんです。これをもってしてタムロン、 デジタルムービー8というわけですね。はい。よく見てください。デジタルエフェクトがあるわけです。いろいろと。ね。デジタル回路を通してデジタルエフェクトを使うと。まあ、当時私はね、MSX とかもデジタルエフェクトとして使ってましたが、これ合体できるんです。<laughs> 今、さらっとやってしまいましたけどもね。いいですかちょっと、ピントちゃんと合わせて。 いきますよあ。ピンってピンとちゃんと合わせて。はい、行きますよ。ガッチャ。はい。合体しました。こんな風になるんですね。えー、このままでも運用できますし、えー、多少なりとも軽くしたいときは、このデッキ部分を外して撮影に出かけるということもできます。まあ、 ほんのこれだけ軽量化、小型化できたところで大した差はないっちゃないんですけどもね。まあ男の子はこういうね、合体ギミックとかめちゃくちゃ好きですからね。めちゃくちゃ好きだから未だにレンズ交換式カメラとかね、大好きで使ってるわけですからね。は <laughs> ぁ、えー。え楽しいな。こんなでかいもの、こんなクソでかいもの、よく使ってたよね。タムロン CCD なんて書いてありますね。 ままごごことなきタムロンレンレズでございます、ね、タムロンのレンズだけどレンズだけどってことはないけどタムロンのレンズで AF オートフォーカスはい、えー、こういった 8mm ビデオカメラをね私は使っておりました、ね、そんな製品がありましたよっていう話を昨年僕の個展に来ていただいた、えー、タムロンの方と話しておりました 話しておりまして、えー、まあ、その東京の写真展を終えてですね、えー、私住んでおります滋賀県の方に帰ってきまして、しばらく経ったら、タムロンの方からお手紙をいただいたわけです。で、そのお手、お手、ちょっと、その、下に落ちてた <laughs>、そのお手紙がですね、こちらになるわけですよ。あの、ちょっと住所の方は隠しておりますけどもね、えー、ちゃんと、 タムロンから届いたお手紙でございます。これ何がありますかっていうとね、ま、まず、あのー、お手紙、本文ですねえ。こちらの方ちょっと読みたいと思いますか。さて、先日お話しいただき、あ、いろいろ端折ってますよ。いろいろ端折りまして。さて、先日お話しいただきましたタムロンデジタルムービー8について、子サ社員に確認したところ、当時の反則品が出てまいりましたので、お送りいたします。 はい。当時の反則品が出てきたと。タムロンデジタルムービー8の。それをですね、わざわざ、わざわざ送っていただいた。これ結構貴重品ですよ。かなりの貴重品だと思います。なぜなら、テレホンカードです。<laughs> テレホンカードなんですよ。今もうテレホンカード誰も使わないでしょう。 えー、こんなのが作られてたんですね。まさにこういうビジュアルでした。なんかすげえかっこつけてない超かっこつけてるよね。今のタムロンの反則品とか広告ビジュアルでこんなの見たことないもん。めっちゃくちゃかっこいいよね。金かかってるね。バブルだよね、やっぱね。バブルの時期だからなんかこういうね、スタイリッシュ。日本のね、和装、着物をですね、こういう風にアレンジしたような。 えー、お洋服、お洋服というか服を着てですね、時代感じますね。いい時代でしたね、バブル。<laughs> こんな、こんなですよ、いい感じじゃないですか。金かかってるかどうかはわかんないけど、でも少なくとも今のタムロンにはないテイストのビジュアルですよね。こういうことやってたんだな <laughs>、っていうのがね、すごい懐かしくもあり、 えー、またこういういい時代に戻れればいいのになっていうのはねやっぱりすごい感じますよねちょっと思ったんだけどここに住所まで書いてあるのねテレホンカードに住所住所書いてても全然 OK だった時代だもんねいやーこれは大事にさせていただきますタムロン、えー、デジタルムービー8の反則品、えー、カタログのビジュアルとかもこんな感じでした 懐かしいですありがとうございますということでタムロンさんからの手紙のお話でしたさあ今年も大晦日か108本のレンズで撮った写真をお届けいたします、えー、今バリバリ編集やっておりますんでねどうぞ、えー、間に合うように祈ってくださいお楽しみに